大丈夫、なんか置けます、全然全然大丈夫始まりますちゃんとハマってない感じがする。いやでもさ、今日ありがとうね。いやまさか来てくれるとは思わなかった。乾杯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 。いやー嬉しいな。始まりました。何始まったの？いや今日飲み会だ。飲み会飲み会飲み会なの今日。今日は飲み会だよ。しかしさ、ピカイチいい T シャツ着てるねそれね。ピカイチね、ピカイチ始まって初めて12年10周年さん、ね、顔切れてますよ。いいよ俺の顔は、ね、12年前からのスイッチ入れなきゃなんて何これ聞こえてこないですけど、え大丈夫ですよね。大丈夫ね。オッケーオッケーオッケーって、そう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 、なんかね回したら色がつくね、はい、あそうなの、うん、そうそう、これでしょ、これのもつかねえな。私はなんとか居酒屋楽しみ始まってます。生耳で感覚で満足していくと思います。しかしさ、下北沢ピカイチ、ピカイチ、ああ聞こえた、ね、下北沢ピカイチ、あやっと顔が見えました。12年前から始めたんですよ。これが初期のメンバー、はい、この初期のメンバーでこれ初期ですね、はい、10年の初期メンバー、初期メンバー、いやー、今日はわざわざありがとうございます、はい、来ていただいたのは畠山智之さんです。あどうもどうも、はじめまして。シンガーソングライターです。今日歌っていただきます。何シンガーソングライター、あシンガーソングライター畠山智之さんじゃないと思うんですけどね。じゃあ違ったんだよ。いや最初の出会いはフランス映画に一緒に出てんだよ、はい、そうなんです。フランス映画、フランス映画で、フランス映画でやったんですか。どこだ、長野だっけ。長野寒いとこでさ、長野やったよね。やりました、やりました。フランスの国営、いや国から金が降りてる、多分スイスかなんかですよ。すごいなんかインターナショナルなんですね。スイスの、でも長野、でも長野、でも長野テレビでスタッフがフランス人、へー、そこで出会うとも最初、そうです。で少し経って俺そういう店やるからやんないっていう、はい、っていう流れはあって、はい、あの頃はね、だからっていうか楽しかったね。寒いんだよ。すごい寒い中で、言葉も通じないからさ、感覚しか。日本で撮ってるのに、うん、全部長野の山の中。長野の話ですね。スタッフはフランス、全部フランス人、フレンチ、フレンチ、ね、で向こう側からすれば、うん、日本はなんでこの多種多様の神なのかってすごい。それギャグなんだよね。そうです。ヤオヨロズの神。わかんないわかんない。わかんない。いやだからなんでこうなんつうのクリスマスやったり何したりってこう何でも受け入れるんだ。あでその代表の私と彼と二人がいたね、はいはい。そんなことをやったのが15年ぐらいなのかな。そうですね。はい、まあそういうことで出会ったということでね、懐かしい。久しぶりですね。はいはいはい、はいはい、赤星くん。今日何回目ですか。今日は3回目でーす。はい、3回目ですか。3回目ですよ。3回まで来ました。もうね、はい、今日気づいちゃいけない気がするの。すいません。何ですか。これを、はい、俺本当に1年やるの俺。やってもいいよって感じでしたね今ね。なんかウルトラクイズみたいな。やってもいいよって感じ。また三ヶ月だ、三回目だね。三回目。まあ、とりあえずワンクール終わりました。でね、俺ちょっと反省したんだ。反省、はい、き、けよ、はい、は反省したの、はい。ちょっと俺勝手だったかなと思って、やり方が。だって居酒屋赤星ってね店長で、なんだっけ、おばパートのおばちゃん、常連客でしょ、常連客、はい、でゲストゲストよね、はい、で2回目からさ俺居酒屋に飲みに来てるおじちゃんって店にしちゃったもんね。そうしたいっておっしゃってましたね。そんなだらしないのダメダメ。俺は決めた、やる意味を。だって50分しかないんだよ。50分しか、はい、50分しかない。もう46分経ちましたよ。でしょ、これは無駄だと思わないで、はい、俺はちゃんと情報を伝えたい、情報番組。なるほどなるほど。どうですか、素晴らしい。ダメ、いいですいいです。だから一番最初なんかテーマ決めましょうよって違う一昨日も話してて、いやだからね、いやそんなのいらないんだって言ってます。一歩も泣くんだよ俺、出番が短いとかさ。いや言ってないでしょ。言ったよ。だからもう情報を先にしっかり伝えた上で残った時間で遊ぶってどうですか。ダメ、あ、わかりました。残った時間で遊ぶ、ね、今日情報何何の情報、みんなで宣伝あるの、あでそれ先にやるとどう。だからあの見てる方はあんま面白くないかもしれないけど、うん、それをちゃんとやるってどうですか、はい、ちゃんと、はい、ね、ダメ、いいですよ、急に決めちゃいました。宣伝情報からいく、はい、はい、じゃあまずこれでいくわ、はい、これから、はい、これ、はい、今日飲んでいるお酒は、はい、
玉島石川酒造さんという福生にある酒蔵さんで作っている玉島というお酒を飲ませていただいております、はい、いつもありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。そしてこちら今日のおつまみ当てでございます。食べたい、はい、あちょっと宣伝してから。これはホタルイカ、イシル仕立てとなっておりまして、うん、ね、これはあれですね、あの石川県のこちらはね、うんうん、当てでございます。八重洲にあります八重洲石川テラスという石川県のアンテナショップでこちらの買うこともできるそうですので。俺ね、これ今日3回目、はい、これで食べたら。じゃあこれを食べ、汁はイカで作った醤油です。あ、イカで作った、はい、魚醤、はい、ああ、そうそうそう。開けただけで、もうこの最初の中、はいはい、身内にいるんで、いや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 、あ、じゃあいただきます。いい香りが、いい香りが、いい香りが。アロマテラピー。ああ、生きてる、生きてる、生きてる。ああ、なんかもしかしたら、ね、宣伝すると、これが次の、ね、月には、玉島の草を取られてくる。ああ、臭い臭い臭い。じゃ玉島の海の匂いが、ね、玉島本当だ、すごい、あもう、ま、丸のままです。わでもそんな硬くないんでね、はい、歯の悪い俺でも、うん、これうまい、ね、あでも、うん、でもじゃあ噛めば噛むほど味が出る。一人ずつちゃんと、はい、今日は情報を伝えるちゃんとした番組だから、はいはい、どうですか。いやもうあの噛めば噛むほどこう海の匂いというかホタルイカの味がずわーって匂うんですか。もしかしたらさ、すごい話コマーシャルかもしれない。コマーシャルうまく、はい、下には鼻がついてるんですよね。やってたんですけど、ね、すごいですね。はい、はい、じゃあ一本さ、はい、あこれ食レポをするんですよ、はいはい、うん、いいな、どういうことですか。ね、美味しいですね、うん、美味しいものは美味しいしか出てこない、うん、思ったよりすごくない、うんうん、あこれね、もう後引く、うん、食べたくなる。でも俺あんま塩分取っちゃいけないから、うんうん、まあ、あんま食べれないんだけども、ちょっとずつね、しゃぶってしゃぶってみたいな。でもしゃぶるほどさ硬くないし、うんうんうん、じゃあ畠山さん、はい、これはあの中に入ってるあのイカの内臓っていうんですか、うんうんうん、これがいい味出てくるんですよ、うんうん、染み出て、うん、さすがですね。これが最高なんですよ。ゴロとか言うんですけどね。ゴロね。ゴロ。ゴロね、詳しいね。いやもう僕身内がいるんで。石川県の、ね、石川。ゴロも。石で作ってね。あの石とか、うん、なんかお塩を海の海をお塩を作ったりと海の海水で塩田塩田で作る。本当に海の塩、ね。はい。海の塩を作ったりしてる。でもこれ草屋と違ってさ、うん、なんか一般の人もこれいいよね、うん、草屋って好みあるじゃん、ね、うん、でもこれはそのぐらい強烈な感じはするけど受け入れやすいね、うん、なんかマイルドなんだ、マイルドだよね、うまい。ホタルイカの塩辛とかもめちゃくちゃうまいんですよ、うん、でもさ俺たちはあんま食べちゃいけないんだよ、うん、ね、もう少しだけね、塩分、はい、それはお年頃、お年頃の、どんどんあの世に向かっていくんだ。全員そういう感じですね。あの世、気をつけようみたいな。あの世、それ楽語。この世。でしかしさ、今日あんま面白くない番組がこの死んないかもしれないさ。ね、情報伝えてないかも。ないや。ね、いいよね。じゃあ、面白いかもしれないから。ダメだ。見る人の情報、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 はい、あと情報、はい、赤星さんが作られた。下北沢ピカイチというところで、はいはい、来週の月曜日、はい、6月24日月曜日に、はい、夕方18時から駄菓子バー一本というのがあります。一本とは一本さん、はい、駄菓子バー一本というのは単純に駄菓子を食べながら飲むだけ。ちょっと待って、あなたは何者なんて言うの。あ、そうですか。自称映画監督の畠山さん以外誰も紹介してない。こんにちは、そうそう、ね、一の監督です。映画監督、はい、駄菓子屋もやります。あのピカイチの中で、え、それ趣味、え、趣味、あの商売です。あ、しょ、あ、しょ、お部屋もやった。意外と本気だった。お部屋はね、はい、あのコロナとともにあの消えてしまいました。あ、そうなんだ。そうだってみんなであの鍋つつく、あ、ね、昔そのピカイチでもおでんナイトっていうのをやってて、ね、食べ放題でみんなでおでんつきながら、うん、やるという、飲むっていう会があったんですよ。あれ、弱かったよね。弱かった、もう、まあ、人が来すぎちゃって、うん、そうそうそう、そうそうそう、食べれなくなっちゃって、そうそうそう、でも、コロナが、そう、いや、今、卵の話しようかと思って、あ、卵の話してください。いやいや、しない、しない、しない、え、してくださいよ。いや、あの、おでんの、
長くなっちゃいますよ。いいですよ、今日はだから言ったでしょ、俺ちょっとね、心入れ替えて情報を、はい、情報、いつもすいませんね、10分とか短い時間で、すいません、今日は情報を伝える、情報、今日はもう一本さんのためにね、いやいやいや、そうじゃない、そうじゃないけども、おでんも作る、いつもよりは喋らせようかなるほど、いいクロストークもいいから喋ってしまう、おでんナイトというのがあって、それはおでん食べ放題で好きなだけ食べていいよっていうのがあって いくらってやるんですけど、まあいろんなネタが入ってますよね、おでんはね、はい、で、まあ好き嫌いもあるんですけど、まあ大体いろんなものは入れてるんですけど、どうしても卵っていうのは人気なんですね。で、いけない人はですね、卵をいくつも取っちゃうっていうのがあって、はいはいはい、あの掟を作りましてですね、そうですね、で、卵は一人様1個でもその時も20個ぐらい入れてるんですよ、もともとはあの鍋の中に、なんだけど、1個にして、で残ったらみんなでおでんじゃんけん、卵じゃんけんをして、分けていくというようなあのことをやったんですけど、やっぱりちょっとあの守れない人がいらっしゃいまして、いや守らない人多かったですよ、だって3つぐらい食べてる人だよね、監督の紹介する人だから役者多いですからね、そうひどいんですよみんなね、役者はそういう役者は自分勝手なんですよ、自分勝手なんですよみんな、ダメよ、我が道行っちゃうんで、そういうことがあって、あのまあ、あの僕に出禁にされた人が何人かいます、でも俺の店なのにこの人は出禁するんだよ、なんでどういうことなんですか、僕が権限はできない、来れなくなってしまった人が、まああの5人では済まないぐらい、ね、卵を取りすぎたの経由ですね、素敵、はいはいはい、な情報ですね、はいはい、みんな聞いてるか、すごい卵でニッチな情報が聞いてるか、一本監督のおでんナイトに来るときは卵は1個でお願いします、聞いてるか、で何終わった、あの駄菓子ナイト、駄菓子ナイトはなんかあれ500円で、あの500円で僕が選んだいろんな駄菓子があります、で、それを5個取れます、でそれがチャージになります、はい、でもう一杯食べたいなと思ったらあのまた500円払って、でもさそれはそれだ、うん、いいんだけども、うん、要は監督に入るんですね、そうそうです、ね、うん、そこが大事でしょ、監督の作品を購入することもできるんでしょ、そうですね、で売ってる場合じゃなくてそっちを売るべきだよ ね、はいはい、あのエンジェルシンクというあのそこそこ、ないんですね、ドラマ、はい、ドラマも、はい、購入できます、はい、しかも、DVD、サインが入ります、でひょっとしたらそのあのキャストも、来るかもしれない、前回ね、あの10日の日にやったんですけど、やっぱりあの新藤岳さんというキャストが、現れて、あのダンスのね、そうですそうです、ね、あのはい、はい、はい、ということもありますので、はい、サプライズの出会いもあるかもしれないよ、はいはい、それが本業ですね、彼それが来週の月曜日ですね、はいはい、24日、はい、18時から、はい、あのこちらの、ピカイチ下北沢にあります、ピカイチというお店で、やってますんで、よかったら飲みに来てください、あ、言った、今日たくさんね、すげえ、もう帰っていいですか、もういい帰ってね、やった、はい、終わり、ごちそうさま、はい、もうじゃあ、はい、言いたこと言って、あ、僕ですか、食べてる最中、俺、ね、我々今日飲む、あ、いないんで、食べますか、じゃあ僕も宣伝させてもらいます、宣伝どころか歌っていただいてるの、6月の30日の、夜25時35分から、うん、東京 MX2 というテレビで、うん、僕の今わらはとという制作団体やってるんですけど、うん、そこで制作した、スラムダンスというスラムダンス、スラムダンスではなくスラムダンスというお話のドラマが放送されます、で、あの青森出身の女の子が東京で、うん、まあ、バスケットやりたいって来る話なんですけど、それの僕父親役で出てますので、もう皆さんの全くわからない津軽弁という、うん、言葉で娘と大喧嘩しております、よろしかったらぜひ見てください、はい、でも津軽弁があると言わせると、ね、フランス語に近いんだっけ、そうですね、発音が一緒なんで、ほらフランス、ちょっとなんかちょっと繋がったでしょ、繋がって、フランスで出会って、ちょっとあのそれっていいんじゃないっていう、いいんじゃない、それっていいんじゃない、シュイデバインデビヨン、ほらシュイデバインデビヨン、シュイデ、え、これは津軽弁です、これ津軽弁です、シュイデバインデビヨン、インデビヨン、シュイデバインデビヨン、フランスだ、あれすごいだ、ちょっと使えるな、それうーん、あ、これっていいんじゃない、シュイデバインデビヨン、シュイデバインデビヨン、シュイデバインデビヨン、マジマジマジです、マジ持ってないの、おばあちゃんが言うと、腹筋がなくなって、
そいでばいんだべよ。もっとガスっぽいし。なんかすごい柔らかい感じになりますね。だけど若い人が言うとそいでばいんだべよ。そくなそうじゃないね。あ、俺ちょっと決めた。ちょっと今度協力して、はい、ね、ピカイチにね。はい、じゃあそろそろで終わりにしよう。竹山さんはもう津軽弁が得意のね。いや得意っていうか僕は生まれたところが役者さんなので。はい、まあね、じゃあとりあえず伝えること伝えました、うん、で後で歌ってね、はい、時間があればね、はい、時間があれば、はい、時間があれば、はい、ね、じゃあ俺宣伝するよ、大丈夫です、はい、宣伝たくさんだ、宣伝たくさんしてくださいよね、はい、じゃあみんな飲んでていいからね、はい、今日はね宣伝がメインでやってます。でもこれが俺は多分この番組で一番大事なことなのかなって、もともと分かってはいたんだけれども、だってここのオーナーの社長が、あごめさん飲みながらちょっとこういう番組やんないいいんですかって始めちゃったのよ。でやっぱり気持ちはテンション上がるじゃん、うん、飲んでてやっていいんだ。で1回目2回目とりあえず終わりました、はい、何もないんだ番組に、何もない、うん、それを言っちゃおしまいよいそんなことないよ、いやいやいや、でもある人は面白いって言ってくるわけだ、それだけでいいかなと思ったけれども、面白いって思っていただけると、ね、面白いと思ったら調べますよね、うん、だから俺下北沢で店ね、はい、12年やってるじゃない、うん、であの店ってやっぱり自分が思った通りにやったら、まあ自分がまあその力があるわけじゃないから、まあ、仲間に助けられて12年やってるわけですよ、うん、でこの頃思うことは、いいこと言ったよね、ピカイチの別荘があってもいいじゃないな、あ、ここは俺の別荘か、別荘なんです、うん、だから飲むだけ飲んで好きなことをやるダメダメダメ、いいんじゃない、いいよね、いいですか、ピカイチちゃんとやるんだ若者だ、あ、OK、スタッフさんからも OK は、ね、OK は、ピカイチは若者のためにだ店は儲からないけれども、うん、でみんなの力をね使っていたら、まあ、とりあえず一本旗立てたから集まるよ、うん、ここは自由、いいラジオですね、ね、いいでしょ、いいでしょ、ね、そうだから、ね、飲めるっていいですね、ちょっと反省して一杯飲みながら仲間を集めて宣伝する、うん、これを今日はメインにします。なるほど、第3回目は来月は分からない、これ歌いたくなっちゃって、どうぞ歌ってください、宣伝はしないんですか、今いや宣伝は歌ってください、何か何だろうな、何がいいかな、あ、選曲してるわけですよ、うん、あ、そうなんですか、先月もでも歌われましたね、俺何歌った、なんか歌ってました、なんかアスペルガの歌った2回目だよね、何歌った、そうそう、俺作詞したんだ、さアスペル、え、アスペルガ2回目だっけ、アスペルガ1回目じゃなかった、1回目です確か、え、俺の持ち曲1回目じゃないの、あ、あ、特番か、特番、特番は私たち、あ、いや、お一人だ、誰も覚えてない、なんでだ、で本当は酒と涙と男と女、今急に歌いたくなったけど、でもちゃんと歌えてるからね、いやいや、じゃあちゃうねちゃうね、歌ってもらうし、あ、そうか、今日さ、麻生太郎は歌じゃないだろ、でもさっきね、あの俺楽屋でさ、4人いたじゃん、でさ、古いんですもん、11年ね、うん、で指輪がね、光ってるんですよ、 あ、キラキラ、あれよかったよね、うん、だってもうまだね、40ちょいぐらいかもしれないですけど、ね、あの既婚の女性が光ってるってかっこいいなと思って、光ってるね、あ、え、以前は光ってなかった、いや違う違うんですよ、まあまあまあ、くすんでるって言わない、言わない、言わない、言っちゃダメです、山登りするのか、違うです、あ、もう山登り、じゃ今日はあのほら父の日ですよ、父の日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 ですからね、あ、なんか子供、そうそうそう、来た、はい、昨日やりました、あ、そう、やってもらった、俺は娘からちゃんと見るけど、もうやっぱ泣きそうになるね、なんて、ね、そうなんすか、パパありがとうとか、でパパっておとんだ、おとん、泣きそうになるんだ、息子から来ないんだよ、あ、まあ、まあそれはそれでいいんだけどね、息子さんまた、もう娘からね来るとね、今ちょっと、おお、きっと僕も赤星さんぐらいになったら泣きちゃうんだろうな、うーん、だから年変わんないやね、僕昨日泣かなかったっすよ、そうそう、俺ダメなんだよ、やっぱなんかお手紙とかなメールとか、まあ一緒にご飯食べて、うんうん、2人で娘2人と3人で、ああ、奥さんが、奥さんはちょっと仕事で行って、うんうん、でもなんか終わったらなんか突然あのお菓子をね、僕が好きそうなお菓子をこう、うんうん、輪っかみたいにしてくれて、うん、ああ、レイスみたいな、こういうやつね、あ、レイにしてくれて、一緒に作ったわけだね、泣け、ところが、いや違うんですよ、ところがね、僕にかけようとしたらボロ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 って崩れて、輪っかが崩れたんですよ、そしたら娘たちが、あ、もうこれいいやつって首にぐるぐる巻いて首絞められる状態になって、最後
あのうまい棒とかあって、はいはいはい、あれを口にくわえさせて写真撮らせたら、はい、いい娘さんでも、はい、今度いいね、いいですね、知らない程度にちょこちょこつまんでいこうかな。いいですね、うん、俺は娘からメールが来ました。もうそれで十分です。あいいですね、じゃあなんだっけ、宣伝で、ね、じゃあ私はもう、ね、父亡くなってるので、今日はちょっと父にもらった指輪をしてたっていうだけ。嘘、はい、父なんですか。あ、それ言わなかった。言いましたよさっき、だから父の日って言った。知らなかったよね、父からもらっていたの。ちょっと話飛んでましたよね。あ、そう、あ、そうです。ちゃんと伝えようぜ。あ、そうです。また感覚違うよ。父の日拾って違う話が始まっちゃったから言えなかった。そうですよ、そうですよ。父からもらった指輪を今日わざわざしてきた。いい話なんですか。みんなこの番組でいい話が泣けるラジオですよね。泣けるラジオだからね。あんまそういうの好きじゃないんだ俺。いい話だけやから出たじゃん。すんごい、そうだったんですか。そうですよ、そうです。素晴らしいです。あんまいい話はしちゃダメ。結婚指輪するとこにしちゃいましたけど、禁止って最初言われたからね。そうそう、だからこの話はしないとか言ってたのに、ね、そうそうそう、ねえ、ね、そうか。でも長年ね、で一緒にやってるんだから、あ、いいなと思った。そういうね、そういう話があったんですね。で、そのついでに二の腕出てるからね、いい年寄りで足りてないからさ、またね、皆さんね、おー足りてないね。そんなことはないんですけど、鍛えてるね、ちょうど今隠れてますね、ちゃんと鍛えてるね、うん、週一筋トレやってます、ね、大事大事、ね、もうね、あの見てる方もやっぱ日本人なんだけどダメだよね、はい、里道みたいになりたいとか、ね、いや、でも皆さんね、ちゃんとね、節制してらっしゃる。ん、今日腰が痛いんですよね。はい、腰痛い。突然そんなこと言ってくれました。それ全然間違いじゃん。ダメですよ、ゆっちゃん。台無しじゃない。この映像からは腰の痛さなんてわからないんですよ。台無しだよ。もう。なんかだいぶ痛そうだったな。岡本ちゃん、こんなんで大丈夫？いないね、今日ね。あ、もう呆れて帰っちゃったね。もう呆れちゃったなんかね。はい、じゃあ、お達し宣伝しますよ。長いですよ。はい、ね、はい、お願いします。歌何分かかる？歌は、ちゃんとやったら、1個ずつ6分ぐらいかかっちゃいますよ。12分、はい、どれと、青い森とあケッパレって言ってましたから、どっちがいいかな。どっちがいいですか、ね、インパクトだったらケッパレ。でもいい歌は俺は、あ、でも両方好きなんだよ。両手12分間、すみません、今ちょっと打ち合わせします。ケッパレ短縮します。あ、多いね。あ、短縮できる。ケッパレはあり。だからそのハートをバン出して、はい、青い森ちゃんとやろうか、はい。じゃあ、ちょっと今打ち合わせ終わりました。じゃあまず宣伝、今日は宣伝だからね、はい、前も言いましたけどね、キネア朝吉、はい、ね、朝吉さん、三味線弾きの、はい、2019年からやってる作品があります、はい、足立ヶ原の騎乗伝説、跳躍クローズが、鬼ババア伝説ですね、このキネア朝吉さんのひいおじいさんが、作曲しました。で、本当はあの猿之助さんしかやっちゃいけない作品なんですけど、まあ、ひ孫が弾くんだらいいんだろうってことでずっとやってます。もう多分300回やってんのかな、見た、聞いたことありますよね、はい、で、ある意味もうここまで来るととんでもない作品になっちゃいました。で、それを毎月やってます。で、それが21日、今週の21日、だからアーカイブで見た方には何にも意味がないけども、今日生で見た方は、ね、あ、これますね、はい、で、そして、今年は、これ、ね、これ同じものじゃない。今年はね、そうだ、あ、同じこれ、うん、じゃあ今年はここでもやります、ゴールデン街。ゴールデン街、ね、ここもね、もう1年ぐらいやってます、うん、このバーがいいんです、バーハイド、新宿ゴールデン街バーハイド、ここ多分俺新宿ゴールデン一番大きな店じゃないかな。で、またね、マスターがかっこいいな、ミュージシャンっていうかね、そこでやります。で、先月までは、坂口安吾の桜の森の満開の下でやってて、来月はこれをやります。で、来月は7月、7月です。はい、今6月ですね。これいつって書いてある？6月25日と書いてありますね。もう目が目、7月8月は3階でトタン屋根なんで暑くて出れないんで休みます。来月これをもしね、聞いていただけると次は7、8、9、10となりますね。どうしても聞きたい方はもしよかったら来てください。これは新宿じゃなくて、これは下北沢ピカイチですね。ピカイチですね、はい、はい、そしてこれがまたね、とんでもないことをやることになっちゃったんですよ。 あ、ついにチラシが、そう、来ましたか。あ、その前にこれね、今日は宣伝だからね。これすごいいっぱいあります、ね、これね、私もう22年やってます。毎月必ずやってます。
必ずやってるお芝居です、はい、もう毎月なんで22年目、はい、もう450回、3人でシェイクスピア、東京都は300回かな、でも全国でも450回、うん、もう8万人以上の方見てるお芝居ですけど、うん、毎月必ずやってます。でも平均年齢が今年70超えました。で、まあ、座長さんの、まあ、劇団長寿の座長さんの千根正美さんが、誰かが死ぬまでやるぞと、私の5つ年上なんですけどね、じゃああんたが死んだらやめようって言ってますけどね、そういう勝利です、ね、あれまだ、まだ、まだ入れませんで、はい、もし興味があればシェイクスピアの作品37作品を、90分3人で全部やっちゃうというわけのわかんない芝居ですけど、老若男女、下は小学生から上は70歳80歳にね、喜んでもやめない、こういうお芝居をずっと毎月やってます、はい、だから来れないとは言わせません。高橋さんとオフィリアってなんかやったりするんです。私だからコラップできるかな、女子役、女子役やってる、結構やってるんですよね。コラップできるかな、これね、これ私がやってるジュリエット、あ、ジュリエットだそうで、フィリアじゃない、ジュリエット、ね、またそう、これが悔しいことになんかちょっと良かったりするなんかほろっときちゃったりとかして、このなんか悔しいんですけど、この私のジュリエット泣くやつがいるんだ、これ面白いよね、ちょっと悔しいんですよね、後で ね泣いて悔しい、そう、悔しいんです、この私のジュリエット泣くやつ、これね、中国でやったのさ、2019年にこの芝居、ちょっとバージョン、はいはい、短くしてね、だからみんな大笑い私ジュリエット14歳とバーンでなんか賞取っちゃいましたけどね、だから、まあ、こんなことをやって、こんなことを要はあのシェイクスピア出てくる女は全部私やってますんで、これ私の、ね、怖いもの見たさ、だから寂しい時悲しい時このお芝居見れば顔が出てないね、うん、これがまたいいね自分が立ち上がってらっしゃるから寂しい時悲しい時辛い時このお芝居を見に来れば、うん、元気が出ますね。年齢を考えると70過ぎてもこんなエネルギーで私たちもらえるんだ、だからある意味まあ見本になるかもしれないです ね、うん、ね、そういうお芝居やってます、はい、でこれ最高じゃないですか、ね、はい、今日まだ今日の最高、まだまだこれね、最新バージョン、やることになっちゃったんですね、よ塚公平、俺塚公平っぽい芝居は18からやってるんですけど、うん、塚公平の芝居やったことないんですよ、うん、すごいやってないですね、初塚です、熱海殺人事件って50年ぐらいすごい流行った作品がありますけど、うんうんうん、それの女版ですね、売春捜査官だから伝兵衛が女です、木村伝兵衛って主役の ね、 ですね、もうその中出てくるある役でやってます、セリフ量多いです、はい、もう覚えることが分かんないし、あのエネルギーにかなうことが分かんないけども、やることになっちゃったんでやります。これはでもね、もうこんなことねやんないかもしれない、そんな気がする。でもまあやるから。やるから。何の葛藤なんですかね。いや、女優さん一人消えてたんで。あ、そっかそっか。ね、やります。みんな見ます。ぜひぜひね。はい。はい、永遠の塚公平作品です。この題名の下北沢ピカイチでもいいんで、検索したらどっか出てきます。はい。はい。すごい。ごいね、情報番組じゃないこれ。天気がなんか喋る？天気、今日の天気。明日なんかあれみたいですよね。雨っぽいですよね。雨ですか？雨ですか？どういう天気予報？雨っぽい。よし、じゃあ、やっぱり短いバージョンで、はい、青い森で10分で収まる？10分で収まるか？10分で収めましょうか。よし、じゃあ我々3人飲むぞ。はい、じゃあ10分。やったー。はい、10分。はい、じゃあ、畠山智之さんの、はい、本意気だとね。本意気で。はいはい。もうとことん歌をお楽しみいただきたいと思います。うん、2曲、はい。すいません、私ね、はい、この2曲一番好きな曲なんで。で、それ聞いた時に、役者やってる場合じゃねえんじゃない、行けばって、あ、ちょっと言っちゃったことがあるんですよ、うん、でも何の責任が ないかもしれないけども、あまりそのぐらいな、あ、力がある魅力的な歌だと思います、はい、大丈夫、狭い、大丈夫ですか、大丈夫です、こっちも全然もう少しずれるんやったら、いってらっしゃい、はい、じゃあ勝手に一人でやらせていただきます、はい、今29分なので、あと10分で収めます、ね、そしてあと残り10分で、いつものこと言って、簡単に、あの、僕は青森出身で津軽弁で歌っております。津軽弁で魂で歌いたいと思って歌ってる歌を聴いてください。まずは頑張れっていうのをけっぱれって言います。都会さごがれで待って仙台で
車ゆらりで出たらだ夢持って待ってやれるって思ってなのさ下ばってそったらだね夢なんてうまくいかねもあんだのさわいはわがったのげねあのもんどりできねえどこにいたのさあったかったと歩いてだきゃ上野のホームに立ってらの懐かしい声こつ声だきゃ真ん中なんも見えねえ3つあって津軽南部下北沢ってこれが喧嘩してばっかりいます。これが方言で喧嘩するんじゃなくてみんなで仲良くしてほしいと思って1番津軽弁2番南部弁3番下北弁という歌にしました。青い森を聴いてください。雪こつもってこざくて眠れねえ晩ちょっと間違えましたこれもいいね。雪こつもってこざして眠れねえ晩へはかがどわらしの写真こみで曲げねえけぱってかせがにゃまいねえ青い空と青い海と青い青い森に囲まれたこの胸こさは津軽津軽が縁だをわらしのさげはいにでへずねふなでねなってもすぎだまぶるため船よおぜられねえ青い空と青い海と青い青い森に囲まれたおらの胸もどさやどNambu, Nambu, 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 Nambu,
んもかんもはいやで、ダファンこいでこちゃさくしたのに、どうもこうもならねえ穴ぼこ心さあいでら、青い空の青い海の青い青い森に囲まれた way 離れてわかったのさ、下北下北岩木さん、恐れさん、白神さんち、函館も、立岬、種差し海岸、十和田湖、仏ヶ浦、大川原湖、弘前城。地名根城三内丸山一石社交祈祷具ねぷたねぶた立ちねぶた黒石をされ八戸三社大祭海峡青い空と青い海と青い森に囲まれた藁半島さ残して行きて青森が夜が済んだ津軽海峡さ恵まれて この場所が すげえなんだお。さんも生まれた場所、ふるさとが一番だと思います。青森市出身、畠山智之でした。ありがとうございました。いいでしょ、ね、ちょうど10分ですよ。やっぱさ、俺がちょっと改心したからね、うん、
呼んだのよ。改心してな、俺って呼んだのよ。改心してる。そういうことだ。ちゃんとやろう。自分の中でいいと思ったものをちゃんと置いとく。あとはだらしなくてもいいんだけども、だから俺の方がちゃんとしてまあ、ピカイチ始まってちゃんとしたのがここだったね。ちゃんとちゃんとしてると。ちゃんとした。そう、ちゃんとした。第1回だった。第1回目ちゃんと。だからあとだこのまま、あと9回ぐらいできるんだよね。で9回のうちにだちゃんとした人はちゃんとした人、ちゃんとしてない日。今日は比較的とかしてないです。今日はちゃんとしてる。ちゃんとした人なんですか。そうでしょ。いや今日はこんなことまずないよ。本当ですか。すいません。何を買いましたか。あと畠山さん、なんかツアーに行かれるとか、ね、はい、あの7月から西日本1ヶ月、8月に東日本と行くんですけども。寒い。あ、ごめんなさい。マイク閉じちゃって。どうぞ。で、まあ、じゃあ、はい、真面目な話もしていいですか、ま、真面目、もちろん、もちろんです、もちろんです、してください。あの、僕の関係者が、あ、俺に聞いてくれる、はい、俺店長だから。あ、すみません、私パートナーの意見、ちょっとパートナーにちょっと偉そうに言っちゃったちょっとしていいですか。いや、でも僕今年ね、あの番組終了10分前ってですよ。大丈夫なんですか。はい、あと10分ですって。いいんですよ。本当ですか。今日はじゃあ、だあんな短めしてね、はい、簡単に やることあるから、はい、簡単に喋ります。もう一本さえ大丈夫やね。もう終わり。言いたいこと言ったね。僕いや、そういうこと飲んで。この津軽弁でライブを始めたのがこのピカイチで始めたんですね。なん最初の頃ずっとやってまして、で最初こうだんだんこう行き詰まってきたり、いろいろ悩んだりした時にですね、よし全国回ってみようと思って、今年で11年目10周年になります。でも全国の方がですね、さっきの青い森を聞いてボロボロ泣くんですよ。特に被災地とかで、東日本大震災の人たちもやっぱり津波でやられた人間がこの歌聞いたら何言ってるか分かんないけど、青い空と海と青い森を見て聞いてたら、やっぱり海見てってボロボロ鼻水垂らして泣くんですよ。それを聞いた時に僕は何とかしたんきゃいけないと思って、僕のちょっと今身内の知り合いがですね、珠洲市の生まれで今年の正月から被災に遭ってまして、でこの7月にちょっとツアー回って、最後の時石川行きます。でもうボランティアをしながらこれを歌を歌ったりしてきます。だから実は奥能登バージョンっていうのを今回作って、あの地名を全部奥能登の地名に変えたりとかしてやるんですけれども、まあ、そんなことしながら、今度東日本大震災行った時には、東行った時にはそこで結局その同じ震災を経験した人の10年後の人から、今1年目の人たちに何か伝えられることがないか、それをまた僕がこう以心伝心のようにつないでいくっていうライブを続けていこうかなと思っております。もし興味あれば畠山智之で調べてください。ありがとうございました。イエーイ、ありがとうございました。すごい、ね、はい、さてあと8分、はい、じゃあどうしてもやりたいね、一本やりましょうかね。はい、どうぞ。これはやらせていただいて、ね、これやって、もし時間があったら、ね、朗読をまた ね、時間があったら、はい、なんか喋って終わりしますか。はい、でもやっぱ玉島うまいね。美味しいですね。うん、でも今日さ、人数多いからさ、俺に回ってくるのが少ないんだよ。まだね、まだあるから、ね、終わってからも私飲めるね。そんな飲んでないんですよ。あとスタッフとね、ちょっとね、乾杯しなきゃいけないね。残しておいてください。じゃあちょっと黙っててね、はい、いいですか。黙ってます。じゃあつくもはじめさんが書かれたね、はい、こっちだけいっぱいのか、はい、ね、こっちだけ、もう大好きな親父がいました。つくもはじめさんという芸人さんなんですけど、ね、役者さんであって芸人さんで、彼の作品は私大好きなんで、ね、この番組が始まった時からさ、つくもさんのね、お話一本やらせてくださいっていう描写を撮ってます、ね、はい、それをやらさせていただきます、はい、じゃあちょっと今日長いかもしれないけどもね、そうですね、いつもよりはね、はい、でちょっとでも俺、まあ、感動、まあいいや、なんでもないです、じゃあ暗転よろしく。暗転で、果てしない攻防。リビングで今まさに出かけようとしている夫、気分が良さそう。そこへ妻の茜。今日も早いのね。仕方ないだろう、日曜日だって言うのに。それが悲しい、見預かりというもんだ。はいはい、ゴルフという接待なわけよね。あれだって好きで参加してるわけじゃないんで。とかなんとか言って、どこかの女のマンションの玄関にゴルフバッグが置いてあったりして、あなたのゴルフバッグが。ドキ。
おいおい、まあ、冗談に聞こえないぞ今のは。だって冗談で言ったんじゃないんだもん。あのね、スコアに響くだろそんなこと言われたら。それとも何か、お前は本当に俺疑ってんのか。さあどうでしょう。なゴルフだよゴルフ。ほら先週だってさ、ほら優勝カップ持って帰ってきただろう。あんなのは前もって専門店に頼んどけばどうにでもなるんじゃないの。聞く、うん、俺は行くぞ。そこへ電話。トゥルルトゥルルルルル。2人の視線は電話へ。が出ようとしない妻に夫が、おいほら電話鳴ってるぞ。はいはい、カチャ。え、ああ、いえ間に合ってます。カチャン。どうした、何だった。換気扇のクリーニングがどうのこうのってこんな早い時間にか。競争が激しいんでしょこの業界も。だから手当たり次第なのよ。ふん。ドキ。何よ今のそのふーんって、ずいぶん意味ありげだけど。うん、俺はさゴルフに出た後さ、どんなに早くても帰ってくるのは5時を過ぎるだろ。お金、お前その間何やってんだ。主婦のお仕事に決まってるじゃないの。主婦のお仕事って。掃除洗濯洗い物何だってあるわよ。お昼は適当に一人で済まして、たまにお友達誘ってランチに行ったりショッピング、もっともただのウィンドウショッピングだけどお前さ、いきなり饒舌になったな。ドキ。まあ、なんでそんなにムキになって、それ説明することか。俺はただ俺がいない間に何をしてるんだって聞いただけだぞ。ドキンドキン。トゥルルトゥルルル。おいほらまた電話だ。ほらおい出なくていいのか。どうせまたろくでもない電話でしょ。うん、じゃあ俺が出よう。あ、いいわよ私が出るから。ドキンドキン。はい、もしもし、坂本でございます。あ、はいはい。ああ、その件につきましてはまた後日。ごめんください。おい、何だったんだ。着物の着付け教室始めてみませんか。着物の生活だってバカみたい。ところであなたはゴルフは。遅刻するわよ。どうしようかな。今日は体の具合が悪いって断ってもいいんだけどな。何言ってるの、皆さん待たせちゃ悪いわよ。前から決まってたことなんだから、さあさあ行ってらっしゃいな。うん、妻もさ気持ちいいお見送りじゃなくて、なんか無理にこの追い立てられてるみたいな感じだね。またそんなこと言って、私はやることがいっぱいあるんですからね。いてくれない方が家事がはかどるの。ほらほら。メールだ。だから言わんこっちゃない。心配したお仲間からのメールでしょ。ちゃんと来るのかっていう気確認じゃないの。ん、うん。ドキドキドックン。どうしたの。ん、あ、いや、そのあれだ、木下が少し遅れるって。まあ木下さん、もっとうちに遊びに来てってあなたからも言っといてくださいな。え、木下に。ええ、木下さんってどういう字を書くのかしら。ちょっと見せて。何も手書きでメール送ってきたわけじゃないんだからさ、見せても何もないだろ。うん、それでも見てみたいの。木下さんはどういう文章を書くのかなって。いいよ見せて。あー消しちゃって。もう何やってんのよ木下さんのメールを。あのさ、さっきから木下さん木下さんって、お前木下と何回会ってたっけ。2回か3回？またその不運なの？なんか嫌な感じよね、そのふーんって。ほら、またメール。木下さんからだわ、きっと。あ、そうじゃないよ。どうしてそう言い切れるのよ。言い切れるから言い切れるんだよ。説明になってないわよ。じゃあ見る。ほら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 見る。振らないで振らないで。あの何。そう、今日は打ち上げがありますので、そのつもりで。誰から。え、
木の下に決まってんだろ。あいつが今日のコンペの世話係なんだからさ。あ、そう。なんだよ、そのあ、そうって。別に。なんだよ、その奥歯にえのきが挟まったような言い方は。だから食べないんだ、えのき。そんな話じゃないだろ。じゃあこうしましょう。ん？あなたの代わりに私がゴルフのコンペに行ってきます。え？だからあなたは私の代わりにお家で主婦してください。お前何言ってんだ。お前どこのゴルフ場かしら。ねえ、ゴルフコンペの会場はどこ。神奈川県の小田原チャッチクリコレセントアカレスカントリーグループ。わかりました。じゃあ神奈川県の小田原カキラゲットモッタカラミテクタピックショーカントリークラブに行ってきます。おい今度一体何なんだよ。はいはい、もしもし。おお木下君、うん、あガッチャン、あえな、おい、なんで来んだよ。あなたどうした。木下さんからメールで。え、やばいって。やばいって何が。やばい。え、それなんで木下がお前にメールなんか送ってくんだよ。テーブルに置いてあった夫のスマートフォンがメールを受信する。夫は見てるだけ。あなた、メールが届いてる。やばい。え、待って、ダメ、お前、ダメ、あ、見せて。やばい、やばい、うん、メール、そういうことだったの。あ、そう、行くはずのないゴルフなのに重いクラブを抱えてご苦労様。木下さんからのメールだって。あ、そうだ、その木下からさっき電話あったぞ。やばい。なるほどね。あ、そう。名店。このまま終わり。10秒前、9。全部逆になりましたけど、ありがとうございました。ありがとうございました。ダメよ。あ、楽しかった。